はい、今日は JR いわき駅にある商業施設エスパルいわきに来ています。早速ですが、これから暑くなる時期高まる指数は何ですか？斉藤さん、お答えください。はい、元気な小学生みたいに言いました。そうなんです。はい、ビール指数高まりますよね。斉藤さんは今日からは飲めますかね？テンション上がります。今日ご紹介するのはこちらのお店です。先月28日にオープンしたホップジャパンタップルームいわきです。白を基調とした落ち着いた雰囲気でおしゃれなデザインですよね。早速中に入っていきますと、皆さん気がつきますか？そう、椅子がないんです。これが魅力一つ目、立ち飲みスタイルに、はい、なっていまして、気軽に立ち寄ることができるんです。それでは店長の大沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらおしゃれな雰囲気ですね。はい、こちら田村市にあるクラフトビール醸造会社直営第1号店になります。はい、直送の新鮮なビールを味わうことができるんですよね。このクラフトビールは田村市宮古寺町にあるクラフトビール醸造企業ホップジャパンのホップガーデンブルワリーで作られています。このブルワリーは3年前にオープン。ホップジャパンの社長本間誠さんはアメリカに留学した際にクラフトビールの魅力を知り、クラフトビールの会社を立ち上げたいと準備を進め、念願の夢を叶えたんです。今では全国の品評会で入賞するなど年々注目度が高まっています。そして魅力2つ目、ホップジャパンでは全国でも極めて珍しい手法で醸造しているんですよね。はい、地元産生ホップを手摘み、収穫後1時間以内に醸造、香り高く仕上げております。